こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年から自衛隊が配備を進めている新兵器の一つに、空対艦ミサイルがあります。この ASM-3 対艦ミサイルは、国産初の音速をはるかに超えた速さを実現しました。この ASM-3 ミサイルは、空対艦という名称が示しているように、戦闘機へ実際に装備することが予定されているもので、攻撃目標は、敵の水上艦艇ということになっています。ASM-3 対艦ミサイルのサイズを紹介しますと、全長約 6M、重量約 940kg。速度は時速マッハ3以上であり、ミサイルの最重要スペックである射程距離は 150km 以上にも、達するそうです。従来の空対艦ミサイルである80式 AMS-1 や93式 AMS-2 の代替となるものです。では、従来型のミサイルと比較した場合、性能アップした部分ですが、何といっても、飛躍的に進化したのは、その飛翔速度と言えましょう。これまでの亜音速に近い速度から3倍以上の速度を出せるようになったそうです。この高速が可能になったのは、インテグラルロケット、ラムジェットエンジン、固体ロケットラムジェット統合推進システムという名前のエンジンのおかげです。このエンジンはロケットの加速性とジェットエンジンの燃費性を加算した優れものなので、そのおかげで敵艦船がこちらを迎撃できる時間をこれまでの3分の1に短縮させました。つまり、こちらの動きが速くなったので、敵が迎え撃つ時間が少なくなったということですね。2003年から三菱重工を中心に、この ASM-3 対艦ミサイルの開発が進められてきました。開発費用は約350億円と言われています。このミサイルが実際に装備されるのは、国内で作られた F2 戦闘機ということです。F2 戦闘機でなくても、航空自衛隊が配備を進めている F-35A ステルス戦闘機、最新鋭です。でも、AMS-3 は、物理的に搭載は可能と考えられますが、その場合には設置している F-35A 戦闘機の最重要目的、つまりステルス性に良くない影響が出てくる恐れがあるので、現実的ではないと言われています。アメリカ海軍は、新型の空対艦ミサイルルラスムを F-18 ホーネット戦闘機に搭載すると決定しました。そして、このミサイルそのものも、ステルス性を備えたものということです。F-18 ホーネットに搭載できるなら、最新鋭の F-35C ステルス戦闘機へ乗せることも可能と考えられたようで、もし、
そういうことになってしまったら、見えない戦闘機から、見えないミサイルが発射されるという、敵にとっては何も見えない状態での迎撃を強いられるという恐ろしい状態が発生すると思われます。そしてアメリカにとっては、究極のステルス攻撃が実際上のものとして展開できる状況というわけです。艦は旧大 ASM-3 追艦ミサイルに戻します。このミサイルにはステルス性はありません。しかし、敵艦に向かうときには、超低空で海面上を飛行し、相手の探知と迎撃を交わしながら、他の力を影響を受けずに目標を捉え、攻撃する仕組みになっています。この行動を時速マッハ3以上の速度で行うために、敵がこのミサイルを迎撃することは難しいと思われました。と同時に、味方にも瞬時の行動が要求されることになりました。この AMS-3 ミサイルを発射した母機は、即退避しなければならなかったのです。と書きましたが、これは過去の話です。2019年3月に、岩屋防衛大臣が異例ともいえる方針を記者会見で発表しました。以下に紹介します。敵艦艇の迎撃火器の射程距離が伸びたことに対応するため、ASM-3 追艦ミサイルも射程距離を現行の 150km 以上から倍増させた。300から400km へと伸ばす改修を行いますという内容でした。優れた対艦ミサイル ASM-3 でしたが、開発が終わった後で武器としては、致命的な弱点ともいえる射程距離が短いことが判明したため、実際に配備はされていませんでした。防衛省では、このミサイル以外に、射程距離が約 500km というノルウェー製の JSM ミサイルや、射程距離がその約2倍の約 900km というアメリカ製のジャスムや、ルラスムミサイルの配備も決めていました。しかし、射程距離は長いものの、飛翔速度は ASM-3 追艦ミサイルよりも低速でした。そのため、高速度でもあり、長い射程距離があるという2点を備えたミサイルを、要望することになったのです。つまり、敵の艦船の射程距離の外から、攻撃できることが目的ですから、そのために改修計画が持ち上がったというわけです。それに加えて、この改修した ASM-3 追艦ミサイルは、現在就役中の F2 戦闘機だけではなく、その後継機となる戦闘機へも実際に装備されるかもしれないという計画も、示唆されることになりました。それだけではありません。ASM-3 追艦ミサイルの後の次世代ミサイルとして、もっと高速なミサイル、つまり時速マッハ6以上の速度を目標とするものさえ開発なかと、伝えられているのです。一体どこまで速くしたいと考えているのでしょう。高スピードが期待される反面、このミサイルについては、
必要性や実用性に疑問を投げかける声もあるようです。前述のノルウェー製の JSM ミサイルとの比較なのですが、 AMS-3 ミサイルは価格がずっと高額であること、また JSM の重量は約 400kg ですから、 AMS-3 の半分しかありません。それなのにミサイルの威力を見ると、この2つには大した差がないという指摘があるのです。そして ASM-3 ミサイル最大の特徴である速度ですが、これについても気になることがあります。実は1960年代の東西冷戦時、旧ソ連は超音速の対艦ミサイルを配備したのですが、最大の敵であったアメリカはそのミサイルを迎撃する方法をすでに実用化していたというのです。つまり今から60年以上も前のアメリカの防衛技術力はここまで進んでいたということになります。このような経緯を含めて、アメリカやフランスでは超音速対艦ミサイルは費用対効果も良くないし命中率もいまいちということで、開発はされていないと推測されています。要するに巨額の費用をかけたのに、敵をあまり捕捉できない超音速のミサイルを作るよりも、隠密性ステルス性に重点を置くことによって、スピードは少し遅くても長い飛行距離を確保できて、敵に悟られないものを製造した方が実用的であると考えられるのです。せっかくの音速もデメリットが多いような気がしますが、ここで AMS-3 ミサイルのメリットを紹介します。 ASM-3 対艦ミサイルは汎用性が広いので、その点に期待するという意見があります。というのは、アメリカ製の巡航ミサイルとして有名なトマホークのように、現在多くの水上艦艇に設置されている垂直型ミサイル発射装置に転用できるということです。もしこれが小規模な改修で実現できれば、現在就役している多くの護衛艦へ AMS-3 ミサイルを設置できるというメリットが挙げられています。これは ASM-3 ミサイルに限ったことではありませんが、ミサイルにはメリット、デメリットそれぞれあります。いずれにしても近年日本の領海付近ギリギリに出没し、漁業関係者などに不安を与え、日本への圧力を強めている中国艦艇には何らかの対応は絶対必要です。しかし自衛隊が備えるべき有効な対艦ミサイルについての結論は残念ながら未だに定まっていないようです。